2015年12月13日、北京青年報によると、10日に飛行機火災で、ある事件が発生した。離陸準備中の航空機のエンジンから出火したため、消防車8台が緊急出動。直ちに消火活動を開始した。ところが、出火している航空機にではなく、その後ろに待機していた航空機に消火剤をかけるという事件が発生してしまった。そして、12日、事件の続報が伝えられた。消火剤がエンジン内部にまで入り込んでしまったため、エンジンの乾燥が必要になったという。B737 型機のエンジン2機のお値段は、2000万ドル、約24億円だという。